皆様こんにちは。札幌グルメひんなひんなの宗です。本日ご紹介いたしますのは、西区山の手にございますシーファンというですね、ベジタブルランチのお店なんですよ。こちら、いやーね、ほんとね、動物性のものは一切使わない、まあ卵だとか魚介類とか、あ、まあお肉もね当然使わない、まあ精進料理のお店で、まあ正直僕、まあこんな体してますんでね、これでは満たされるんかと思いまして行ってみたんですが、いやー、想像以上に美味しかった。味付けもねめちゃくちゃしっかりしてるんですよ。なのでなんて言うんですかね、精進料理が全部薄味でちょっと物足りないなっていうこと全然ないんですよ。本当に一つのプレートですごく満たされますし、お肉を使っているので、大豆ミートみたいなのも使っているので、お肉を本当食べているような感覚にもなるのに、すごくヘルシーで、まあ、植物性 100% というランチのご紹介なんですが、ぜひね、まあ、僕みたいなタイプの方も行ってみてください。精進料理かって思っても、全くそれをね本当にいい意味でね、裏切ってくれる素晴らしいお店のご紹介でございます。ではシーファンどうぞ。